こんにちは、ワンランクアップの数学の第3回目ということで早速始めていきたいと思います。前回はですね、例題2のですね、を宿題として出して、おいたんですけれども、今日はこの例題2の解説からいこうと思います。じゃあ例題2ってどういう問題だったかと言いますとですね、m が0より大きいの値を取るとき、直線 y イコール 2mx 足す m の2乗引く1の通り得る範囲を図示せよという問題だったと。でそれを1の m の方程式を考えるっていうのと、あと、y を m の関数で考える、あとは、m の値によらず直線1が一定の放物線に接する、そういうことを用いて、解けと。この3つのやり方で解いてくださいということを前回の、終わりの宿題にさせていただいたんですけれども、今日はまず括弧1番の1を m の方程式で、と考えるというやり方で、の解説をしていきたいというふうに思います。まず m の方程式ということですから、m でまず整理をしてみましょうと。整理をするとどうなるかと言いますと、m の2乗足す 2mx 引く y 引く1、これが0と。こういうふうに、m の2乗 2mx 引く y 引く1引く0イコール0と。こういう形になるわけですね。そうしますと、これは何かっていうと、これを fm というふうにちょっと置いておきましょう。これ m の2次方程式になりますよね。ということは、この1が通り得る範囲を図示せよ。この通り得る範囲っていうところなんですけども、この xy の求め方は、m の2次方程式 fm イコール0が、m が正0より大きい正の解を少なくとも1つ持つ分。m が何個かあれば、1個でもあればいいわけですから、少なくとも1つを持つと。というような、そのための xy の条件を求めればいいよと。いうふうに問題が置き換わったというふうに言えます。これっていうのはどういうことかっていうと、要するに、二次方程式、よく 数1でやったと思うんですけれども、二次方程式の解の配置の問題、これにこの問題が置き換わったよということが言えます。はい、ここまでいいでしょうかね。二次方程式の解の配置という問題に この例題2というのを置き換えた。これが括弧1のやり方の考え方ですね。はい、そうすると FM、これですね、これ FM を二次方程式の解の配置の問題ですから、平方完成をすると m たす x の2乗引く x の2乗引く y 引く1、こういう形になるわけですね。ここで注意しなきゃいけないのは、もうここ m が変数ですから、 xy はもう定数ですよと。もう何かの値だと思って、何かの値だと思ってそのまま考えていけばいいよということになります。じゃあこの fm イコール0が、解を持つと、 m が0の時に解を持つってどういうことかっていうと、これが m、今 m で考えてますから m 軸ですね。そうすると、頂点が m イコールマイナス x、 ここですね、マイナス x のところにあると。で、頂点の x 座標が0よりも小さいところに、0以下の時にある時っていうのは、この解を持つ条件って何かっていうと、0の時、m イコール0の時が、ここであると。負であれば、ここで絶対解を持ちますから、これが条件になります。つまり f0、m に0を入れた時の値が0よりも小さければいい、負であればいいよということが条件になります。で、これ計算しますと、ここから。というふうになります。今度逆に、マイナス x、頂点の x 座標、m 座標が、正の時っていうのは、ここの値が、頂点の y 座標の値が負であればいいわけですから、f マイナス x が0以下であればいいよということになりますね。
で、これ計算しますと、y が、で、こういうかな、こういう感じになりますね。それで条件がようやく、出ました。xy の条件が、y がマイナス1よりも大きい。これは、x が、マイナス x が0、すなわち x が0の時ですけれども、この時は、これであればいいと。で、今度、マイナス x が0より大きい時、つまり、x が、負の時は、これですよと。この2つの条件が、ようやく導き出したということになります。そうしますとですね、これ受信しましょう。そうすると、x が0以上の時は、マイナス1より大きいですから、ここマイナス1、ここですね。で、x が0よりも小さいところでは、y がマイナス x の2乗引く1以下ということですから、h 以上ということですから、まあ、この線を引っ張ってあげて、まあ、ここの部分ですよと。で、まあ、x が0のときってマイナス1点は取れませんから、ここは丸、白丸、含みません。で、ここのところは含まない。で、こっち側は含むと。というような感じで図示することができました。これが、まず最初のカッコ1番の、丸1を m の方程式で考えるというやり方の一つの方法です。で、これでまあ答えでいいんですけれども、前回終わりの時に、解いて代入をするという方法を、言ったと思うんですけれども、今回これ M の方程式ですよね。で、二次方程式。二次方程式っていうことは解の公式知ってますので、我々これ M について解けるんですよね。で、M について解いてやるっていう方法をカッコ2で、説明をします。カッコ1の別解で説明します。カッコ1の別解は解いて代入をするという。するという方法です。いいですか？はい。で、fm イコール0を解くと、これ解の公式を使います。解の公式を使うと、m が m イコールマイナス x プラスマイナスルート x の乗足す y プラス x となってます。で、これまた前もこういうルートが出てきたんですけど、ルートが出てきたら、よっしゃと一個条件が見つかったと。ルートの中身、これ m っていうのは実数ですから。ルートの中身は絶対に0以上じゃないといけない。だから、こうなると。0以上ですよ、と。で、あとは、m っていうのは、m、これ、m は0より大きい、正の値を取らなきゃいけないんですよ、っていうことなので、これに、これが0よりも大きいですよ、ということを、まあ、式で立ててあげると。そうすると、どうなるかっていうと、このプラスの方だと、まあ、ルート x の乗足 y の乗足1が、まあ、x よりも大きい、丸1の式ですね。これが出てくる。で、あるいはマイナスの方を取りますと、マイナス x が x の乗プラス y、ルート x の乗プラス y プラス1よりも大きいという値が出てくると。この2つの式が、まあ、立てるわけですね。で、ここ、不等式、不等式ですよね。不等式で、ルートがついてるって言ったら、もう二乗したくなりますよね。二乗したくなる。ルート消したいと、そういう思いが働くんですけれども、これ両辺とも文字なんで、ちょっとそのままではダメですよねと。両辺が正0より大きくないととか、そういう条件がついて二乗ができるっていうことですので、まず場合分けをしてあげると。で、この時左辺はルートついてますから、ルートっていうのは絶対0以上ですから、0以上で OK だと。で、右側は x っていうのはこれ分からないなと。ということで、x が0以上というような条件で場合分けをしてあげる。この場合分けっていうのは、この式を見て、場合分けをしてあげるんですね。はい、いいでしょうか。さっきのこっちのところでは、まあ、軸の位置で場合分けをしたんですけども、今回の場合は、まあ、この式を見て、二乗したいな。だから、両辺0以上でないといけないな、というようなことから、この場合分けっていうのが出てくるわけですね。まず、じゃあ、丸1の方から考えると、x は0以上じゃないと、0以上。で、それで計算してみますと、丸1より2乗すると、ルートが取れて、x 乗になると。で、まあ、計算しますと、y はマイナス1よりも大きいというような式ができます。で、今度、丸1の方を見て、丸2の方ですね、丸2の方を見ていく、いきますと、x は0以上ですから、この値は、これが、
負なんですよね。っていうことは、この式、これこっち側はまあ0以上ですから、あ、まあ、こっちも負というか0以下というかですね、っていうことですから、丸いっていうのはまあ成り立たないと。ですね。y がマイナス1よりも大きい。そうですね。これを。今この条件がなくない、うーん、あ、関係ないですね。丸1はまあ要するに両方とも0の時しか成り立たないので、丸1は成り立たないと言ったらおかしいですね。 x イコール0、丸いより x イコール x イコール0 x イコール0、x イコール0の時はこうなるのか、y たす1になりますから、で、y は0、y を0にして、マイナス1にして、y をマイナス1にするのか、つまり x イコール0、y イコールマイナス1、マイナス1。ごめんなさいね、x イコール0、y イコールマイナス1のとき、成立。いや、ごめんなさい。関係ない。全然いいんだ。にしても、これ、統合ありませんから、両方ともゼロでもおかしいと、おかしいところですね。だから丸いは結局やっぱり成り立たない。しないで OK ですね。ごめんなさい。申し訳ございません。丸いよりはこれが言えると。で、丸いっていうのは、まあ、ちょっとゆっくり考えてほしいんですけれども、まあ、こっちが負で、こっちがゼロ以上ですから、まあ、成り立たないというふうに言えます。ごめんなさいね、ちょっと戸惑ってしまって。そして、今度2個、2番目ですね。x が0よりも小さいときっていうのは、丸和は常に成立します。なんでかというと、こっち側は0よりも0以上ですよね。ルートがあるから。そんでもって、こっち側が今、負って言ってるんですから、まあ、これ、0以上、負、これ絶対成り立ちますよね。だから、まあ、丸和の場合に関しては OK と。で、今度丸いの方なんですけれども、丸いっていうと x が0より小さいって言ってますから、今度これが正になるわけですね。今回各2番ではこれが正になっていると。で、両方とも正ですから、まあ、2乗することができますよということで、まあ、計算してあげますとこの条件が出てくるわけですね。で、以上よりですね、まあ、この条件とこの、まあ、括弧1番、括弧2番の条件から、まあ、この2つの x が0以上の時は y はマイナス1よりも大きいと、 x が0よりも小さい時は y はマイナス x の2乗マイナス1よりも以上だというようなことが条件ができました。これ結局さっきの、別解じゃない方の普通の出方と やった時と同じ条件になっていると思うんですけれども、まあ、こういうふうにして解いて代入をするというやり方でやってみれば、確かにちょっとこの辺ちょっとややこしい、じゃあややこしいんですけれども、まあ、力ずくで解くことができる。まあ、ルートもついてきて、あんまり綺麗な解き方ではないんですけれども、まあ、二次方程式が解けるっていうことが分かってますから、まあ、こういうような汚らしい方法でも解くことができると。で、こっちの方が、まあ、比較的応用範囲は広いっていうことで、まあ、迷ったら解いて代入をするっていう方法を、まあ、以前、ぜひ使ってほしいなということで、伝えたので、今日この方向でちょっと解いてみました。それではですね、括弧1番のやり方では以上で説明を終わります。でですね、次回は括弧2番、y を m の関数と考えるっていうのと、括弧3番、m の値によらず丸1が一定の放物線に接するということを用いる。この2つの方法で、のやり方を次回説明したいと思います。じゃあ、今日は以上です。